ッチ米村ひらのもキーナファイル。今回のテーマはこちら、女装です。お話ししてくれるのは今井ふたばプロです。よろしくお願いします。お願いします。正確な投球フォームが魅力の今井プロ。今井さんの女装のこだわりは何ですか？最近なんですけど、5歩と4歩女装どちらも投げるようにしていて、その4歩と5歩の時の切り替え、使い分けをこれからもっと極めていきたいなっていうところがこれからの目標になります。4歩と5歩をこう使い分けるようになったきっかけとかってあったりするんですか？ずっとボウリング始めた時からは4歩、そして途中で、まあ、5歩もやってみようっていう風に4歩の期間、5歩の期間でもう一回4歩に戻す期間っていうものが自分の中にはあったんですけど、昨年から、結構それを頻繁に細かく変える時期が、今日は4歩ダメだな、5歩ダメだなっていう期間がスパンが短くなった時期があって、それでだったらどっちも一緒に練習やろうと思って、同じ日に4歩やったり5歩やったりっていうのを練習をしていくうちにトーナメントでもできるんじゃないかということでやっている機会が増えました。それ4歩と5歩だとどれくらい何が違うんですか？そうですね、完全に感覚なので、はい、その日の自分の体の動き方、タイミングの取り方で4歩と5歩助走どちらも使い分けてる感じになります。助走とは強いボールを投げるための大事な動作です。Dリーグ DVD ボリューム18夢のドラフト会議2023、歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成。特典映像はスマホでプライベート。 DVD ボリューム18絶賛発売中。 Dリーグプラス会員募集中。 Dリーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作りタンブラーなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくは Dリーグプラスで検索。